記憶力。彼女の名前よく間違えるから全部お前で統一している。ボーン。はい、今日は皆さんの記憶力テストです。お楽しみください。実演、あーたた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 、おーわたーで、これで4枚のエース出ます。で、今日は4枚のエースを使ったマジックというよりは記憶力のテストを行います。こちらのエースを使用します。まずこれ1枚目ね、これクラブマーク注目ね。で、次これ2枚目、ダイヤで、これハート、まあ、今の3枚いいんですけど、大事なのはこちらスペードです。スペードの位置にご注目ください。今スペードは何枚目でしょう。4枚目、見ると正解です。まあ、これ簡単すぎますね。ちょっと難しくしましょう。こうすると今何枚目でしょう。2枚目。ちなみにマークはスペード、ちなみに数字はエース。枚数目とマークは合ってるんですけど、エースじゃありません。全部クイーンです。はい、では解説していきます。今まで解説してきた技法だけで行いますので、技法については下の概要欄をご覧ください。今回はエースオープナーを行ってから変化させましたが、ランダムなカードからエースに変化させても構いません。実演通り解説していきます。4枚のエースと4枚のクイーンを用意してください。それぞれスペードのマークの位置のみ決まりがあります。クイーンの場合はスペードを表向きにした状態でデッキの上に重ねます。3枚の裏向きのクイーン、4枚目が表向きのスペードのクイーンです。そしたら4枚のエースをお好きなエースオープナーで取り出してください。そして左手は4枚目の下にブレイクを作る必要があります。4枚目のクイーンが表向きですので、ナチュラルブレイクによりブレイクを取ることができます。不安な方はもっこりとを使用してください。左手にブレイクを取った状態で4枚のエースをデッキに重ねるわけですが、スペードのエースが4枚目になるようにしてください。この状態でデッキを重ねてブレイクから上8枚を取り上げます。最後がひっくり返っていることにより裏面を改めることも可能です。そしたらここで過去に解説しているシークレットサブトラクションを行っていきます。まずダイヤ、ブレイクを保っておきます。そしてクラブ、そしてハート、そして最後のスペードの時に落とします。スペード、4枚目はスペードです。演出はお好みで構いませんが、記憶力のテストです。スペードが重要ですので、スペードの位置を追っておいてくださいというようなセリフを入れればいいと思います。そしたら残りのデッキはこちらに置きます。こちらの4枚、実際は5枚のカードを使って行います。今スペードは何枚目ですかと聞くと大抵4枚目と答えます。1枚2枚、そしてここでプルダウンもしくはバックルを行ってダブルで右手に取ります。そして最後のカードをひっくり返してその通りですと示します。そしたらこちらのスペードと3枚目のダブルのカードをこのように取ります。そしたら右手と左を入れ替えてスペードのエースを2枚目に持ってきたように見せます。ずれないように注意してください。そしてここで何枚目ですかと聞くと2枚目と答えます。ちなみにマーク何でしたっけ、スペード、数字は何ですかと聞くとエースと答えます。そしたらマークと枚数目は合ってますけどと言ってアスカニオスプレッドを行うとクイーンになってます。そしてスペードは一致しております。そしてここでダブルプットダウンを行います。弾かなくて普通に置けば構いません。そしてこれダブルでちょっと気使いますので、残りのクイーンでこのようにカバーしてあげて全部クイーンですと示して演技終了です。最後にもうちょっとちゃんと覚えててくださいねみたいにやるとコミカルで面白い演出になると思います。そこまで難しい技法はなく、意外性のある非常に受けるタイプのトリックです。ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。エースオープナーを見ながら眠そうにしているお客様もこれを見たら目が覚めると思います。緩急のついたルーティンを作ってみてください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。